ピート・ムスコプスは、オランダ、ロース・デュインネン出身の名自転車競技選手。本名は、ピーター・ダニエル・ムスコプス。世界自転車選手権、プロスプリントにおいて、史上初の4連覇を達成した名選手である。また彼の偉大なる功績を称えられ、ビッグ・ペイトという愛称が付けられた。父親の商売の手伝いとして、自転車で配達を行っていたことをきっかけに、 自転車レースに参加するようになり、1914年の国内選手権アマスプリントで優勝。しかし、同年に勃発した第一次世界大戦の影響を受け、オリンピック等の国際大会が行われなくなったことからすぐにプロに転向した。1921年、コペンハーゲンで開催された世界選手権プロスプリントにおいて前年の覇者である オーストラリアのボブ・スピアースを破って同種目初優勝。以後も連覇を続け、1924年にトーワルド・エレガードが持つ同種目3連覇を超える4連覇を達成した。その後、5連覇をかけた自国アムステルダムで行われた1925年の世界選手権ではまさかの準決勝敗退となったが、翌1926年は制覇し、 5度目の世界一を果たした。しかしその後は、1924年のパリオリンピックのスプリント金メダリストであるルシアン・ミシャールの後陣を廃止続けた。なおミシャールは、後に、史上2人目の世界選手権、プロスプリント4連覇を達成した。1933年に引退。引退後は、喫茶店を経営。また、 1963年に放送された、ホールデ・フュイスト・ウェイフという番組に、当時人気司会者だったウィレム・デュースと共に出演し、国民的人気を博した。また、内名編とハウダには、当人にちなんだ名前の通りがある。ありがとうございます。